どうにも正されないなというので、しびれを切らして説明に来るように再三お伝えをしました、警告をしてきましたが、ついぞそれを無視されると。市民に対する情報発信が大事だと、必要だという認識は当然あります。だからこそです、大事だからふざけたものを出したらダメですよね。ちゃんとしたものであれば当然即座に発行する体制にしたいと思います。議会を監視するシステムがないのが二元代表制の問題なんですよね。だから皆さんがいるんじゃないんですか、メディアが、地元紙が。どのように好意的に解釈しても担保されないと捉えたので、来年度の予算からこの議会だより当該の予算は落ちます。以上が秋田方市執行部としての見解です。ここまではよろしいでしょうか。何かご質問がここまでであれば。はい、NHK の石田です。すみません、改めてなんですけど、こちら、今回の市議会代理 の市長がご指摘されている部分、おととしの、議会の質問の、内容だと思うんですけど、この市議会代理発行以降 その、なんていうんですか、議会側というか、まさしく、候補委員会ですかね、あのやり取りの経緯、ちょっと簡単に改めてご説明をいただいてもいいでしょうか。候補者の中で指摘したというのは、いよいよどうにも正されないなというので、しびれを切らしてこの中に載せてますが、当然その前にかなりこちらから向こうには伝えてます。そもそもこの中でも言及してますが、作成段階で議会へ指摘はしてます。今さっき言ったような内容ですね。にもかかわらず修正がないまま発行されたので、これはおかしいだろうということで、急遽広報誌の方でそれを指摘したという流れです。で、最近で言えば広報委員長の新田和明議員ですけどもに、説明に来るように、再三お伝えをしました、警告をしてきましたが、ついぞそれを無視されるという対応に終わっています。山本さん、はい、うちが出した通知あります？と、先週定例記者会見の後ですよね、ここでお話をして、議長のところに行って話をした時に、あの続きです。まず事実を確認してください、そして是正措置を取ってください、当たり前ですよね。だところから、音沙汰なかったので、29日付でさっき議長から来たのと入れ違いになったんですが、その中で通知を送ってます。その中で実確認の結果と議会として検討された是正措置について1月30日火曜日17時までにご教示くださいと。それが昨日の夕方なので、その時までに、他の連絡がありませんでした。なのでさっきの通知ですね、入れ違いになってたので、あれで終わらせるっていうのもなかなか普通じゃないなと思ったんですが、これで終わりです。その26との齟齬の部分だけご説明というか、はい、齟齬は認めたと。ただそれは要約したものだという、この名を書きの使い方も間違ってるんですか、日本語として。こんな名を書きないですよね、名をって言って。これ言い訳にもなってないですよ。で、対応についての言及がないので、今回の、予算計上しないということになったんだと。できないんですよね。だってさっきこの議長が言ってた通り、憲法21条と議会基本条例第16条に基づき発行されている情報媒体なんですよ。その正当性が確認できないのに予算組んでいいと思われますか。ダメだと思いますよ。実際議会は逆のパターンですけども、広報誌の内容を理由に決算不認定してますよね。あれはそもそも2つ問題点があって、まず1つ、広報誌、こちらの執行部側の広報誌に問題がない、これは再三説明しきってます。もう1つ、不認定、決算の認定はそんなものを議論する場ではありません。だから二重の意味で間違ってるんですが、情報発信においてきちんと確認しないといけないというのは、従来議会自身も示してたはずの姿勢です。なので当然
言ってたぐらいなんですから、自分たちがまずその正当性を示すべき、正当性を担保しないと予算が組めないというのは自然な流れじゃないかなと思っています。今のとちょっと関連してなんですが、まあ、じゃあ今後その議会側が、まあ、市長が求めてらっしゃる、対応をされた場合はそこはもう柔軟に応じていくという理解でよろしいでしょうか。はい、もちろんです。じゃあ議会だよりは必ずもう、来年は発行しないっていうふうに言っているわけではない。はい、そうです。もう一度お伝えすると、執行部としても市民に対する情報発信が大事だと、必要だという認識は当然あります。だからこそです。大事だからふざけたものを出したらダメですよね、そこだけなので、はい、ちゃんとしたものであれば当然即座に発行する体制にしたいと思います。すみません、この前の会見と同じ質問になりますが、その、正当性が担保されるか否かっていうのを判断されるのは執行部、市長が判断される。今の状態ではそうですね。メディアの方に任せましょうか。じゃあそれでもいいですよ。秋田方市議会の議会だよりがまともかどうかメディアの皆さんが採点してくださっても結構ですが、まあそんな面倒くさいことやらないですかね。なので理想を言えば第三者機関があった方がいいだと思います。それは別に執行部の広報誌においてもです。ただ執行部の情報発信は議会が担いますので不要なんですよね。議会を監視するシステムがないのが二元代表制の問題なんですよね。だから皆さんがいるんじゃないんですか。メディアが、地元紙がですよね。その、正しい情報に関しては、まあ、その訂正が、まあ、結構細かい話です。訂正とかがあればそれはその正しい対応になっていくんですかね。市長が指摘している部分の訂正とかが出しますっていう風になれば、じゃあちょっと予算か考えようかっていう話になってくるんですね。そうなると思われてます。思われてないですよね、多分。というのは一般社会においてそうした対応はぬるいって言われるんじゃないですか。いや、今のまさに国政で起きてる事件ですよ、ね、資金収支報告書修正します、問題なし、いやいやいやってなるじゃないですか。なのでそれをやるのは当たり前ですよ、間違ってんですから。ただ大事なのはその先だと思います。なぜ間違ってしまったのか、そんなことをしてしまったのか明らかにして、もう二度と同じ過ちは繰り返さないと。これは口約束ではなくてそれを担保する仕組みを考えないといけないんですよ、ね、派閥を解体するのが効果あるかどうか分かんない、ね、ちゃんと法による網をかけないといけないんじゃないですか。その議論と全く一緒だと思います。なのでここで言えばどのようにこの中身の正しさを保証するか、自分たちではもうできないです。できてなかったんですから。だとすれば以前はやってたように執行部の方にもチェックを求める、もしくはそれが嫌なら我々も別に手間がかかるのにしたくないので第三者委員会なるものを作って、別に事後的にでもいいんですが確実に点検する、これができればいいと思います。そのハードルが高い高いですか。でもこれぐらいやらないと間違いってまた起きるんじゃないですか。だから自動車業界はこんなにも毎回トラブルがある都度厳しく厳しく自らを戒めてきたんですよね。それでもなくならないんですよ。やるのが当然だと思います。他はよろしいでしょうか。上告もよろしいでしょうか。はい、では以上で終わります。ありがとうございました。